ソレア心理カウンセリングセンターの高間です。今日はですね、9月3日にいただいているレターのご紹介をします。ちょっと読んでみますね。思春期の子どもの子育てについて質問です。私は成人学童期かと思います。子どもが求めてくる愛着について理解はしますが、怖いので逃げたくて仕方ありません。ですが、ここで対応しておかないと、自分の子供が今後愛着の問題を抱えてしまいそうで、かわいそうに思い、見よう見まねで反応を返します。今は子供は学童期なので、一緒にふざけたり、笑い合ったり、しかし自分に余裕がないと、抑うつ状態の時や怒りが処理できない時、子供が怖くてたまらない時、頭から愛着問題などすっぽり抜けてしまい、なんというか私に構わないでという状態になります。こちらが本当の私です。愛着を過剰に形成しようとしたり、突き放したり、子供にとって私はかなり情緒不安定な人に見えると思います。一定の感情を保つには、私自身の健康状態を良くしておかなければならないと思ってはいますが、とても難しいのです。情緒不安定感な行動は子供を虐待しているでしょうか、というレターをいただきました。で、この方ね、ご自身で成人学童期かと思いますとおっしゃってるんですが、なんかそれっぽい感じはしないんですけどね、私としては。怖いので逃げたくなっているっていうのは、これなんか成人学童期っぽくないですよね。で、なんかね、見よう見まねで反応を返しますっていうのも、なんかね、学童期っぽくないですよね。で、まあ、余裕がないと、抑うつ状態になったり、怒り出たり、怖くてたまらなくなるわけなので、ねえ、なんかね、ちょっと、成人学童期の対応とは違うかな。もう、この方はね、愛着を過剰に形成しようとしたり、突き放したりしているわけですよ。だから、なんていうのかな。まあ結構普通の人なのか、もしくは愛着障害寄りの人なのかもしれないですね。どこでご自身のことを、まあ成人学童期か、まあ要は愛着不全ですね、っていうふうに思ったのかどうかちょっとわからないですけれども、私はこのお便りを読んでいて、まあ、成人学童期ではないんじゃないのかなって思いました。で、まあ、こういうことがね、分かっているから、子供を虐待しているわけではないので、まあ、でも、この方ね、ちょっとカウンセリング、されるといいんじゃないですかね。こういう愛着不全とか、愛着障害、成人学童期とかが、よく分かっているカウンセラーにね、ちょっと、カウンセリングするといいかと思います。それでは、また。